Biohazard. Welcome to Raccoon City. うわもうバイオハザードでも、ね、この方がねおなじみのですね、ずっとされてるんですよね、この方が、せっかくにスペシャリスト4人いるんで、あの方以外の方がタイトルコールしたらどうなるのかこれ聞いてみたくないですか皆さん、これ無茶ぶりにも程がありますね。そうですね、怒られるんじゃないかと思ったら皆さん意外に前やりますかみたいな雰囲気、これ誰だからやえワンちゃんめちゃめちゃ良かったら、はい、今後我々になる可能性もあるんですか。どうなんですか、ね、うなずいてます今。あらマジで、なんかもうオーディションだと思ってやりますわ、そうですね、これ、はい、生アフレコの時のリアクションよりいい気がする気のせいでしょう、いいですよね、こういうのね、これ誰からいきますか、じゃあこれは私からいきますか、やっぱ先輩からちょっと、ちょっとね、じゃあ私あの一番スタンダードにあの ジルでジルでキャラクターでこんな感じにしてみようかな、してみようかな、聞いたことない、ね、じゃあ、準備さしましょう、よろしいですか、はい、ウェルカムトゥーラクーンシティ、バイオハザード、はい、ウェルカムバイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティ、はい、うわしびれるな俺、ね、うわちょっと興奮するわ、はい、では沢城さんお願いします、どうぞ。バイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティ、おーこれ僕 CM で見たことありますなんか偽りの記憶です、それ見たことあるなこれな、そうこれ次誰いきますこれ、うわちょっとね嫌なんですけど、これ早めに言っておかないと個性がね、横に体重がいますから、ね、強いお二人が残ってますから、ちょっと梶さんどんな感じで、ね、いや沢城さんがねちょっと正統派なかっこいい感じでしたから、でもかといってねそのオリジナルのかっこいい感じには追いつかないと思う、確かに、まあその怖い感じですよね、おお分かりました、はい、やってみます、お、はい、梶さんお願いします、はい、バイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティ絶対見てくれよな、めちゃめちゃウェルカムですよ、ウェルカム待ってますよ、いやもう一番怖いのは人間だぞっていう、そう日常っぽく見せて、逆に怖い、この演出どんな話だろうってね気になるでしょ、やることはやりましたな、なるほどね、これ次は残り2人どうします、これじゃあちょっと怖いです、木村さんの後だけは嫌だっていう、この間さん何でよ、でしょうね、じゃあファイブさんどんな感じでいきますか、これは、いや私はやっぱり怖いといえばやっぱ長年ホラー映画を見てきた私ならではの解釈があるので、それをちょっと出せたらなと思います、はい、はい、どんな感じなんだ、よろしいですか、はい、お願いします、お願いします、これも本物味がこれはすごい、ホラー好きならではのアイデアですね、演出入ってましたもんね、タイトル前にこの声って怖くないですか、確かに、そうあのバイオハザードの予告でもちょっと、はいはいはい、ランランランって入ってるので、入ってる入ってる、これ入れたら怖くなるんじゃないかなと、おー素晴らしい、なるほど、はい、うん、どうしようさよ、バイオハザードまだまだだよ。To Raccoon City。あいいです。自分でそれ先に潰しとくってすごいですよね。でもこれ受けてたからちょっと俺もあのちっちゃい今ちっちゃい子でやる。そうですそうです。俺もちっちゃい子でいこう。え？あそうですか。じゃあ準備よろしいですか。どうなるんだ？モロパクリでいこう。自分への振り返り。ちっちゃい子でいきます。ではお願いします。バイオハザード、ウェルカムトゥラクーンシティ。アウト。いやちっちゃい子って言った時にね、いや、 やるんじゃねえかなとは思ったんだけど違う、夢のコラボ感ない、大将来ちゃったなコラボ感、ドリーム感はありましたよね向こうに今、夢のコラボでしたよ、夢のコラボでした、あーよかった、まあね、ちょっともう、絶対聞けないですからね、素晴らしい、いやありがとうございます、ね